去。そうね。ですね。つまり、いい？どうも。まだ生きていたの？致命傷の痛みを少しでも多く味わいたくてね。なぜこいつは一生に一度しか味わえねえ。哀れんでとどめでも刺されたら最悪だからな。それで死んだふりしてたの？最後まで趣味が悪いわね。なぜ龍門のことを教えた？言ったじゃない、最後くらいは綺麗さっぱり。嘘はいい、俺には本当のことを言え。ソンブル様への仕返しよ。私はここで死ぬというのに、あの方だけ夢が叶うだなんて悔しいじゃない。龍門が壊されたことに気づいて私が死んだことを思い知ればいいわ。そうしたいと思うほどソンブル様が好きだったのか。あの方が欲しかったんじゃない、ソンブル様の子が欲しかったの。私はずっと家族が欲しかった。私だけ愛してくれる人が欲しかった。シクは家族だって、あの言葉本気だった。あの頃が一番楽しかった。私とグリとマロンとモーブでベイル様とソンブル様をお守りして。だがそれはもう戻らない。守りたかったなら壊すの、諦めるならもっと早く諦めろ。そうしたら俺も死ななくて済んだってのに。あなただけあちら側に行けばよかったじゃない。あんたを一人にできなかった。そう言ったらどうする？シクは家族、俺だってその言葉が好きだった。親の顔なんて覚えちゃいない。俺にとってあんたは母親みたいなもんだった。体を痛めつけることだけでソンブル様への忠誠を示す。
壊れた信となった俺に声をかけてくれた時が母親みたいで姉みたいで神様みたいで俺の一番大切な人だった。グリ、何の冗談を。冗談でここまで付き合うか、バカ。そうね、バカだよ私は。こんなに近くに欲しいものはあったの。もっと早くに分かっていれば。いいえ、何もかも過ぎたこと許してちょうだいね、家族。ここがかつての鉱山地帯ですか。今は大きな湖のようになっていますね。水底から流紋の力を感じる。海底に取り残されているという話は間違いないみたい。セピアにもらった魔法具を使えば流紋のある場所が浮上するということでしたね。数刻の間っていう話だから急がないと。浮上したらすぐ流門まで案内するね。お願いします。じゃあ行くよ。なんです、空間が歪んで。地形が変化しているぜ。みんな離れないで。あそが、お兄ちゃん、ベル、ただ随分飛ばされてしまったようです。さっきまで湖のようだった場所に巨大な山が。どうやら成功したようですね。早くみんなと合流しないと。そこの人、え、驚きました。私とそっくりな顔です。嘘、この人は私。あなた何者ですか。それはあなたから紋章師の気配がします。今までにない珍しい気配。指輪を持っているのならお父様のところに持っていかないと。お父様。竜族の王ソンブルのことです。私の役目は紋章師の指輪を集めること。そのためには何をしてもいいとそう教わっています。私はこたびの神竜との戦でいくつも指輪を集めました。神竜との戦、まさかこれは昔の私自身。あの魔法具は流門のある場所を引き上げるために時間ごと巻き戻したということでしょうか。だとしたら私がいるのは流門が沈む前、千年前のグラドロンということに。何をブツブツ言っているのですか。
分かったら早く指輪を出してください。お断りします。それは困ります。もし逃がしたら、お父様のご命令に背いたら殺されてしまう。私の兄弟と同じように。殺される？お兄様は水につけられて死にました。お姉様は炎に焼かれて死にました。可愛かった妹や弟は異形兵に襲われて死にました。戦争で死んだ兄弟たちもいますが、ほとんどはお父様が処分されます。処分って、ソンブルは自分の子を殺しているのですか？欠陥品には仕方のないこと。でも私は欠陥品ではありません。それを示すために指輪を集めます。お父様が望みを叶えるまで。ソンブルが望みを叶えた後、あなたはどうするのですか？私はただ今のあれは雪崩です。この辺りではよくある現象でも、今日は少し様子が変です。異形兵たちが騒がしい。もしかしたら侵入者かも。侵入者？みんなが近くにいるのでしょうか？すみません、私はこれで。逃げられてしまいました。何としてでも捕まえないと。追いかけます。力を貸してください、マルス。みんな！ああ、無事でよかった。会えなかったらどうしようかと思ったよ。さっきのでみんなバラバラになっちゃって、お兄ちゃん以外は合流できたところだよ。入門の場所も分かったの。ここを少し登った場所にあるわ。だけど少し厄介な相手に見つかってしまってね。厄介な相手？正体を教えなさいな、異邦の軍。セピア！一体どの国の軍勢だというの？突然現れて異形兵たちをやすやすと裁くだなんて、こんなの今まで報告になかったわ。奇襲だとしたら厄介。どういうことなのかしら。彼女は死んだのではなかったの？セピアは死んだはずよ。もう二度と会えないわ。なのにあのセピアは異形兵には見えないし、私たちのこともわからないみたい。落ち着いて聞いてください。あれはおそらく千年前のセピアです。私たちは今千年前のグラドロンにいるんです。え？魔法具の効果は入門のある場所の浮上、結果的にそれは達成されました。でもどういうわけかそれは地形の変化ではなく、時が巻き戻されることで叶えられた。その証拠にさっき出会ったんです、千年前の自分自身に。なんだって？それってまずいんじゃ。見つけましたよ。あれはお兄ちゃん？はい、さっき遭遇した千年前の私です。髪も目も赤い。でもあれは確かにお兄ちゃんだわ。そうだわ、私が会ったのはきっとあの姿のあなただった。セピア、どいてください。ここは私が相手を務めましょう。ありがとうございます、巫女様。私も助力を。必要ありません。あなたはこのことをお父様に。奴らからは紋章師の気配がします。奴らが紋章師の指輪を持っていると？その可能性があります。承知しました。
では私は王城に。ソンブルを呼ぶ気です。それまでに型をつけないと。でも相手はお兄ちゃんだよ。傷つけたりなんてできない。どうしたらいいの。早く流紋を壊さないといけないのに。流紋。あなたたちはこの地の流紋を狙っているのですか。そうだと言ったら引いてくれますか。バカなことを。私は指輪を持ち帰らないといけないのです。狙いが分かった以上好きにはさせません。私が勝てば指輪をもらう。あなたが勝てば流紋を壊す。簡単なことでしょう。争いは避けられそうにありませんね。やっとやる気になったようですね。かかってきなさい。同じ顔のあなた、この私と紋章師が相手になります。あれはマルス。こちらは手の内を見せたのです。あなたの紋章師も見せてください。私自身が紋章師なのです。と言っても信じてもらえなさそうですね。何よりここでそれを告げない方が良さそうです。仕方がありません。マルス。あ、向こうにもマルスが。同じ指輪は二つとないはずなのに。ますます興味が湧いてきました。みんな行きますよ。この地の流紋必ず破壊します。雪崩はよくある現象。でもこうやって起こすこともできるのですよ。押し流されてしまいました。聞いているようですね。ではこのまま続けましょう。急がないといけないのに。このままでは流紋を破壊できません。雪崩が来たら安全な場所に退避してやり過ごしながら進みましょう。仰せのままに。よし。エンブレムエタニティ。一緒にいるよ。
いいねいいね。わかったわ。はい。お願いします。あなたのために。必ず勝つ。選んで。エンブレム。エンブレム、エンゲージ。苦しい戦いだった。ごめんなさい。問題ありません。さすがだ神竜殿。ここからだよ。こうでなくちゃね。なんで過ちを繰り返すの。出番です紋章師殿。不甲斐ないな。真の戦はこれからだ。
に帰した。俺が君を守ってみせる。僕なんかが。やっぱり贖いとなるかしら。正念場だな。ヒルマン、
戦なんて望んでないのに。倒れるわけには。たがいません。正しき。死する時まで。エンブレム。私の勝ちです。了解だ。私だね。紋章の導きです。紋章師様。希望はここにある。なんで過ちを繰り返すの。守るべきもののために戦うわ。
頑張るね。無様なところを。了解。たがえないわ。心配ない。いい風ね。弔いはしないよ。上等ですわ。お里が知れましたよ。
なぜ命を捨てようとする。出直してくるんだな。頑張らなきゃ。そんな、死ね。勝算はあった。
弔いはしないね。恨むといい。ロマン的だね。どこに行く？あなたに敬意を。教授を胸に。何のこれ好き。いい運動になったよ。問題ないさ。
万全よ。みんな大好き。出番か。死にたくなければ下がっていろ。苦しい戦いだった。少年バサ。
全然平気。悩むより行動ね。神秘的だね。まずいな。
守るべきもののために戦うわ。エンブレムエンゲージ。みんなのために共に行こう。手を出すぞ。
手を貸そう。よっしゃ。痛い。これ以上ここからだよ。こうでなくちゃね。Huh.